平野の行が来たダミエ柄、渋谷に再び、ルイ・ヴィトンが挑発する新展開、東京・渋谷に魅惑のルイ・ヴィトンポップアップが誕生しました。2024年春夏メンズコレクションは、ガレル・ウィリアムスの巧みな手によって生み出され、東京のファッション愛好者たちに強烈な印象を与えています。注目すべきは、昨年香港で行われたショーで平野の行が身につけたダミエ柄のセットアップが、 このポップアップの店頭にも登場している点。この特別な展示は、2024年のメンズファッションショーの象徴的なデザインを再現し、遊び心に富んだ雰囲気を醸し出しています。平野史洋がゲストとして参加した11月30日の香港ショーでは、ファレル・ウィリアムスによる2度目のロイビトンコレクションが披露されました。その雰囲気を伝えるために、平野のコメントとともに、 小前後の様子に焦点を当てる独占取材が行われました。平野はあっという間の出来事でした。すべてを忘れて見入ってしまいましたね。それくらい楽しかったですと笑顔で振り返ります。香港は平野にとって初訪問であり、その街の面白さに感動しています。歴史的な建物とモダンな建物がミックスされていて、どこを眺めても絵になる面白い街ですね。 都会的な雰囲気かと思えば、一歩入るとカルチャー的スポットが広がっていたりと興奮気味に語ります。ルイヴィトンのポップアップストアもその舞台の一部。店内はゴールドカラーを基調とし、キューブ型のインスタレーションやデジタルアニメーション、ルイヴィトン仕様のゴルフカートやブックストア風のディスプレイが訪れる人々に新しい視覚体験を提供しています。2階に上がれば、ペパーミントグリーンの壁一面に広がるモニターやスピーカーが、 コレクション独自の雰囲気の中でショッピングを一層楽しませてくれます。2024年春夏メンズコレクションはメゾンのエンブレムを象徴するシルエットが際立っています。デジタル化されたラモフラージュモチーフがアイコニックなダミエとモノグラムと見事に融合しています。プレタポルテからシューズ、トラベルラゲージ、レザーグッズ、アクセサリー、サングラスまで多彩なアイテムが揃い、オープンを祝して限定アイテムもラインナップ。 1>, 1月21日、日曜日までの期間限定オープンなので、見逃さないようにしましょう。このポップアップストアは、2023年6月のパリポングフバシでのデラッションショーの会場デザインを再現し、遊び心に富んだ雰囲気が漂っています。一方で、平野史様とルイ・ヴィトンのコラボも注目ポイント。彼が手にするバッグやスーツケースは、 ルイ・ヴィトンの魅力と高級感を象徴しており、そのデザインに息を呑む瞬間を共有しています。これはファッションイベント以上のもので、アートとエレガンスが融合した特別な空間です。ファレル・ウィリアムスの才能とファッションの最先端が交わる瞬間に、ぜひ足を運んでみてください。東京、渋谷のこのポップアップストアで地下手に入らないアイテムもあるので、ファッション愛好者には見逃せないチャンスです。